今回の試験ではマヤがブロック 2A、 ハグロがブロック 1B を発射したということで、どちらも迎撃に成功している。アメリカ以外のイージス艦でのブロック 2A の発射はマヤが初めてである。ブロック 2A の開発に参加していた日本だが、ようやくここまでたどり着いたということである。時事通信の記事から、海上自衛隊は2022年11月21日、最新鋭イージス艦マヤとハグロの性能試験を米ハワイ沖で行い、標的ミサイルの破壊に成功したと発表した。マヤは日米で共同開発した新型迎撃ミサイル SM-3 ブロック 2A を海自艦艇として初めて発射した。防衛省によると、両艦の機能確認が全て終了し、今後ミサイル防衛 MD 任務に本格活用する方針。同省が計画するイージス艦8隻による強固な MD 体制が整う形になり、海自は我が国のミサイル迎撃能力がより向上したとしている。一方、共同通信の記事から、海上自衛隊は21日、新型イージス艦マヤとハグロが米ハワイ周辺の太平洋で今月弾道ミサイルの迎撃試験に成功したと発表した。マヤは日米共同開発の改良型迎撃ミサイル SM-3 ブロック 2A を海自艦艇から初めて発射。2隻の迎撃能力が確認されたことで、海自が保有するイージス艦は8隻すべてが弾道ミサイル防衛 BMD の任務を本格運用できる体制となった。政府は2013年の防衛大綱でイージスを6隻から8隻に増やすと決定。マヤとハグロは増強の2隻として20年と21年に収益した。北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射に加え、中国のミサイル技術も向上している。以上が記事の内容。ここからは試験になる。今回の試射ではマヤがブロック 2A、 ハグロがブロック 1B を発射したということで、どちらも迎撃に成功している。アメリカ以外のイージス艦でのブロック 2A の発射はマヤが初めてである。ブロック 2A の開発に参加していた日本だが、ようやくここまでたどり着いたということである。通常軌道の弾道ミサイルの迎撃精度は大きく向上したと言えるだろう。 SM-3 では極超音速で変速軌道や低高度で飛翔するミサイルを迎撃することはできないが、現状で飛来してくるミサイルの種類としてはまだまだ通常軌道の弾道ミサイルの割合が高いと予想される。したがってこの先も SM-3 シリーズの迎撃体制を持っておくことは重要である。問題はミサイル本体の在庫数である。ぜひとも真水の防衛費増額で在庫を増やしてほしいものである。現時点で変速軌道の極超音速ミサイルの迎撃が困難であるならば、日本も抑止力として同じようなミサイルを持つことが有効であり、実際に当初防衛用高速滑空弾というミサイルを開発中である。さらに日本が通常弾頭であれ本格的な弾道ミサイルを配備すれば、中国や北朝鮮には今のところ有効な迎撃手段がない分、こちらが有利になる。中国や北朝鮮は攻撃兵器の配備には熱心だが、防衛兵器にはさほど力を入れていない。それは日本がこれまで専守防衛を掲げ、自ら相手国領内に攻撃可能な装備を持ってこなかったからである。そんな日本がこれまで他国から侵攻されなかったのは、
日米同盟という後ろ盾があったからである。北朝鮮のミサイルが直接米本土に届くようになったとされる今、これまで矛とされてきたアメリカの抑止力が未来永劫続くとは限らなくなった以上、日本独自で国を守る対策が必要となってきたのである。ただし日本にとって悪いことばかりではない。長期にわたって専守防衛を掲げてきた日本がイージスシステムと迎撃用ミサイルを莫大な予算と時間をかけて弾道ミサイル防衛システムが構築できたことである。日本の技術力をもってすれば通常弾頭の弾道ミサイルを開発するのは容易いはずである。中国はわからないが、北朝鮮に至っては今から弾道ミサイルの迎撃システムを構築することなどおそらく不可能であろう。こうすることでこれまでやられっぱなしであった抑止力のバランスを一気に詰めることができるだろう。ロシアによるウクライナ侵攻で大きく動いた世界情勢で、日本の安全保障に対する考え方も大きく動いたようだ。今年が専守防衛から積極防衛に転じた記念すべき年になるのかもしれない。当チャンネルでは誠に微力ながら日本の国防を真剣に考えるコンテンツを発信していくことで、一人でも多くの国民の意識改革の一助となればと思い運営している。賛同いただける方は当チャンネルの動画の拡散にご協力いただければと思います。何度でも言うが、国民は日本だけが戦争を放棄したとしても、相手にとってそれは何の意味も持たないということに気づくべきだ。たとえ差し違えてでも反撃するための軍事力を持つことは主権国家として当然の権利であり、国家が国民を守るための義務でもある。こちらから侵略することはなくても降りかかる火の粉は払わねばならない。そのために日本は強くあらねばならないのだ。この記事に対する国内のネットの反応は、ぶっちゃけこれってアメリカ様用だろう。日本を防衛するためじゃなくて米国を防衛するためらしい。イージス艦がたった2隻で日本を守れるの？イージス艦を増やすのは金かかりそうだね。金かからない最善の防衛手段って何だろう。北朝鮮は米軍の兵器のテスト場となる。潜水艦からも迎撃できればなおいい。イージス艦より実効性のある原潜と核ミサイルを配備しろ。米軍は50隻以上のほぼ全てがイージス艦でびっくり。もうね、防衛やめて攻撃に特化した方がいいだろう。ミサイル迎撃とミサイル攻撃がセットで必要。次は北朝鮮ミサイルで実地見分だな。知らんけど。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなど、どしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。また当チャンネルを応援いただける方はチャンネルメンバーシップもご検討ください。